どうも、3代目じゃない方のガンチャンネルです。今回は Facebook の九州お出かけ情報エトセトラというグループのメンバーの方の情報を参考に、熊本県大和町の鮎瀬大橋と五郎ヶ滝通潤橋をドローンで撮影してきました。前に撮影した九州のナイアガラがちょっとナイアガラというには大げさかなと思っていたので、あまり期待せずに行ってみたら予想以上の迫力ですごいいい映像が撮れたと思います。今回は編集に1回で収まらなかったので何回かに分けてアップしたいと思います。まずはドローンを飛ばすために FIS 飛行情報共有機能で飛ばす場所と機体、時間帯等の計画風を登録します。今年の7月からこれをやらないといけないみたいで、正確にはドローンの中でも 200g 以上の無人飛行機が対象です。でもこれをすると近くで飛ばしている人が分かったり、注意することを教えてくれたりと便利です。それでは鮎瀬大橋の映像からご覧ください。どうぞ。
ドローンの映像の方はどうでしたか？鮎瀬大橋はなかなかの迫力だったと思いませんか？撮影日はすごく天気が良かったのでめちゃめちゃ暑かったんですけど、行った甲斐があったと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価ボタンをよろしくお願いします。また続きのドローン映像も近々アップしますんで、よかったら見てください。それではまた。バイバイキー。